どうも皆さんこんにちは、シャバムの抹茶です。今回もピクミン3の実況をやっていきたいと思います。オリマーの冒険再びということで、デイラストとなりましたね。最終日ということで、張り切ってやっていきましょう。ついに復活ドルフィン初号機ということで、ロケットがついに完成するようです。パーツを集めよう。狭い場所にひしめく原生生物に合わせてそれぞれピクミンを使い分けるんじゃ。最後の広場では何かが起こりそうじゃのということで、なんか最後の広場にボス的なやつが出てくるんでしょうか。はい、ということで始めていきましょう。作業10日目、パーツの反応が集まっている地点を発見した。それらを全て回収すればドルフィン初号機は完全に修復できるだろう。しかしそこは原生生物の住処になっていて、今までにない厳しい戦いが待っているだろう。やるしかない。愛する家族の待つここ立て星に帰るためにということで、まあ、帰れなかった社長のせいということでやっていきましょう。さあ、ラストデイ、ついに復活ドルフィン初号機と。原生生物を倒してパーツを取り返すんじゃって言ってますね。簡単に言ってくれるぜ、やってやろうじゃねえか。はい、ということでレディーゴーとなっております。はい、マップを見ましょう。ほう赤青黄色の舞台がございますね。で、その先を見ていくと、もうすぐ終わりじゃないこれ。こことここだけですよね、そういう意味ではね。では一旦じゃあパーッと集めましょうか。25252号か、この感じは。25252号、あ、30なのね。であれば12345、間違えた。なんとかな。さあ、みんなで抜こうぜ。まず岩ピクミンを一定数確保したいのでこの作業を行ってみました。これで今何体？ 13 体。あ、全然足んないじゃん。こうと1、こんな感じかな。ここでちょっと前準備で若干時間を取ってしまっておりますが、これでオール20位になりましたね。よし、じゃあ行こうか。合ってるよね、ここ合ってるね。で、ここって悲しき獣の塔なんですが、この辺がアルフ君たちがロケット着陸していた地点で、ここが最後のボス面だった場所ですね。さあやっていこう。色鮮やか。どんな敵が出てくるのか、同じ敵なのかもしれませんし、わかりませんね。さあ敵がいますよと。水、一旦ここは水ですね。一体行っちゃったかな。ちょっと離れてほしいな。オッケー。わあ、一人じゃ持ってかれた。ビリビリしてる。よいしょ、集まってもらって、今度ヒールかな。で、この子が岩？待って、よいしょ、ピョーンとして、岩、よっしゃ、一体やられてしまいましたが無事倒すことはできましたね。おっと、見つかってしまった。3 4 1 2 3 1 2 3 1、あれ、割り振り全然おかしくない。で、ここに2人いるのか。
埋まってるけど反応がない。降ってきたー。これ毛をむさぼるやつですね。もう集めましょう。もう一体来た。ここは総力戦でやっていくしかありません。やばい、数々のピクミンたちが、やばいやばい、いっぱい踏まれてる。あー気を確かに。よいしょ、踏ませるな。一体ずつ確実に仕留めていくぞ。やつらの気を借り尽くせ。君たち違うな。ヨウ君だけ違うな。よいしょ、毛取り終わった。あ、まだあるね。よいしょ。わあ、そこ。これか。難しいな、こんなに。そう、そこの毛。そう、そこの毛。なんかちょっといろんなところで戦ってくれてるのか。よいしょ。この毛がまだ抜けきってない。頑張れ。よいしょ、おいでおいで。あ、そんなことないな。やべ、今だと大半持ってかれるかも。みんな起きて。うわー、やばい、逃げてー。なんだこれ、難しくねえか。やべ、おお、よお2体の足踏みの量はえぐいな。間違えた。ミオピクミンはここではあれだ。まだ見ててくれ。お、登れるんだ君たち。あ、じゃあいいや、全然使えるわ。じゃあ全然使えるわ。逃げよう逃げよう。1、2、3、4、5、6。よいしょ、ちょっと待って。1、2、3。お、毛が結ばれ枯れそうだぞ。いけー、実質玉。よっしゃ、あと1体。ちょっと判定だけ気をつけて。あ、やべ、いて。集まってくれ。
ける。こんだけ駒が揃ってればいける。みんなやったー、倒したぞ。よっしゃー。さあ、ゴッド、よかったー。であれば、あ、ここなんだね。あれ、ちょっと待って、ホイッスルで離してこっちまで行きたいかな。じゃあ彼はいや、よかった、勝てましたね。いや、なんとかなりましたわ。危ない危ない。ただあと3分の間に勝ってたはいいんだが、あと3分の間にこれ運びきらないといけないので、そこだけ今かなり危ないところですね。まだ激辛あるっけ？激辛ないね。それを今一番注意、大変なんで、そこを頑張っていかないといけないんだろうか。よいしょー、行くぞルイ君。ルイ船長、タッ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 と走っていきます。全力ダッシュ。ちょっとすれ違うよと。さあ、残りのパーツが下にある。11人いれば足りるよね。確かあと数体必要だよぐらいだったはずなんで。そうだよね。まあ全員で運んでもらいましょう。よしよし、いいね。じゃあ、あとは帰ってくるのを待つだけだ。待つだけだっつっても、まあ一緒に運んでるかのように一緒に行こうか。いやー、よかった。最後あの黄色のやつ、何、めちゃくちゃ強かったな。失ったピクミンも多いな。半分近く失ったんじゃない。お、入ったね、ロケット。いやー、でも力を合わせてなんとか4種のピクミンたちと力を合わせて勝ち取ることができましたね。我々の勝利を、ロケットのパーツをもぎ取ることができました。そうそう、テチテチテチと歩いていきまして、間に合うよね。ほんとそこだけ心配。なんとかなるとは思うんですが、あー、多分大丈夫だね。頑張れ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 。なんかワイワイって。おいで。最後はみんなでじゃあ、あ、加速した。よっしゃー、わーい、ありがとう。ピクミンたち、ありがとう。ミッションコンプリート。残り時間1分を残してなんとかクリアすることができましたね。はい、ということで3つのパーツを集めることに成功いたしました。ミッションコンプリートと。イエーイ。お、プラチナになりましたね。この気持ちは言葉では表現できない。社長賞と感謝の時活用と。終わりだき残業。すべて銅メダルやったぜ。はい、と、次へ。もうこれエンディングでしょう、次はおそらく。セーブしていきまして。さあ、ルイ君、そしてピクミンたちの協力もあり、なんとかドルフィン初号機が復活したと。いいね。ここまで長い道のりだったが、ようやくおこたて星に帰ることができる。いいね、ルイ君。あ、ピクミンたちだ。わーいわーいって。うう、あれ、来た時のロケットはいいのかな。あれ2個ガラスもあるってことは、オリマーとルイ君両方乗ってない、下手し。それでいいんか。わあ、なんかトゥルーエンドかのような感じだね。
さあ雪原からも見てくれてますよ、社長の顔にね、雪だるま。いや綺麗だな。大丈夫か動き。ワープできる？ワープドライブ。おお行ったね。いいねいいね。いやーこれでようやくオリマー君たちも自分たちのドルフィン号と一緒に故郷に戻ることができたんですね。はい、ということでラストちゃんとプラチナで終われたのが良かったですね。いやー嬉しいな。はい、ということで、今回オリマーの冒険再びまで終えましたね。メインストーリーオリマーの冒険、オリマーの冒険再びと、合計3ストーリーやらせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。このオリマーじゃねえ、ピクミン3ですが、実はまだあるんですよ、別のモードが。このタイトル画面の次を見るとわかるんですが、ミッションっていうのとビンゴバトルっていうのが実はあります。ちょっとこの辺は本編ではというかこの動画では割愛させていただきますので、気になる方はぜひピクミン3を買ってやってみてください。はい、めちゃくちゃ楽しいですね。まあ、別に気にならなくてもサイドストーリーとかストーリーやりたいなと思ったら全然ぜひ買ってやってみてほしいですね。本当に楽しいので、ぜひぜひぜひということで、まあピクミン3への後語り的なやつはもうメインストーリーの最終回で行っております。パート21で行っております。はい、なんで、まあ、それは割愛させていただきましたが、いただきますが、結果的に間ね、メインストーリーで今パート21まで21日目までやって、でまあその後のサイドストーリー1つ目が、パート4までで、今のオリマーの冒険のなんだもう一回来てロケット直して帰っていくストーリーでちょうど10日分あって、合計今回35日分、ピクミンで過ごさせていただきました。はい。いかがでしたかね。なんでちょうど1ヶ月ちょっとかな、1ヶ月4日とか5日とか、そんくらいかなと思いますので、まあ、皆さんともピクミンの一緒に過ごした時間もそれぐらいあるんじゃないかなと思います。はい。まあ、ピクミンはいいね。今回初めてやりましたが、本当に頭を使うのもありますが、もうピクミンそのものが結構可愛らしいですし、まあ、原生生物もなんかちょっと気持ち悪いなっていうのもちょっとあるんですが、まあそれもなんかよくよく見てみるとじゃないですけど、まあそれぞれ愛嬌があって面白いなとか可愛いなっていうのはありましたね。うん、っていう楽しいゲームですので、皆さんもよかったらやってみてください。はい、ということで今回の動画シリーズピクミン3の実況シリーズはこれにて完結とさせていただきます。ちょっと次の動画シリーズ何にしようかなっていうのを今考えているところでございますが、また、続きは後ほどツイッター等で告知させていただくかなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしなんかこういうゲームをやってみてほしいとかいうのがあったら書いていただければ、もしかしたらやるかもしれないし、まあいやこれは無理だろって思ったらやらないかもしれませんが、まあそこら辺はそんな感じです。はい、ということで今回はこれでおしまいです。本シリーズもご視聴ありがとうございました。また次回の動画シリーズ、また動画をよろしくお願いいたします。ではでは。